の趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、購入したグッズですね。はい、それがこちらです。じゃん、お疲れ様さん、はい、出ました。呪術廻戦からね、劇場版ゼロのグッズがね、ウェブサイトでね購入したものが届いたんですけれどもね、そちらのこちらアクリルスタンドですね。はい、アクリルスタンド立ち絵バージョン大交流展ゼロ、はい、五条悟1980円、はい、こちら、はい、いいね、五条先生かっこいいわ。はい、で届いたのはねこれだけじゃないですね、もちろんね。はい、こちらとこちら、はい、乙骨雄太、いいね、これもいい、デザインがいい、こっちも同じ1980円、はい、で乙骨がいるということは、じゃん、はい、リカちゃんはい、織本リカ、はい、リカちゃん、はい、こちらも同じ1980円ですね。はい、というね、こちらアクリルスタンドを3点購入しました。はい、まあ、ただねこれだけだとね何のあれもなく終わっちゃうんですけれども、なのでちょっとブラインドものをね、はい、購入しました。こちら、じゃん、はい、トレーディング缶バッジですね。こちら全7種なんですが、私ね3つだけ購入しました。はい、合計1350円税抜きですけどね、税込みだと1485円と、はい、なので、ね、こちらをね今回はメインとして開封していこうと思います。はい、まあ、これを開封するためのおまけみたいな感じですね、これいや、これ自体は組み立てないでこのまま、所持しておこうかと思ってます。はい、なのでメインはこちらで、はい、では早速ねちょっと開封していきたいと思います。はい、では1つ目、結構すんなりいけましたね。こっち向きか、よし行くぜ。まあもちろんね、狙いは1番狙いは五条先生、2番が、乙骨、3番がね、まああの人間の頃のリカちゃんがいいんですけど、うん、それかゲト、はい、そこら辺狙いで、あー、あとトゲもいいね、犬巻ね。はい、じゃあいきます、せーの、おー、言ってるそばからトゲでした。はい、犬巻トゲ、はい、あ、よかったトゲで、はい、はい、では2つ目、はい、いきます、五条先生来てください、せーの、あ、乙骨、よしよしよしよ、乙骨いいね、よし2番狙い、三好の乙骨、三好の乙骨来ましたね。はい、はい、ラスト1、ラスト1、いやー頼む五条先生来てくれ、これで五条先生来たらもう狙い通りの大勝ちじゃないか、これは。いきます、せーの、ゲートかよ、まあ、OKOKOK、はい、トゲと同率三用紙のゲート、はい、あー、まあでも五条先生惜しかったけどな、まあ OK でしょう、
はい、はい、手の具合でね、まあ、ちょっと短いんですけれども、今回はね呪術廻戦ゼロ大交流展、はい、そちらのグッズをねご紹介させていただきました。まあね、最近の呪術廻戦のグッズの値崩れがね気になりますよね。めっちゃ暴落してますよね。なんでしょう、皆さん冷めたんでしょうかね。はい、うん、まあそれはそれでちょっとね残念な気持ちにもなりますけれども、まあこれでねアニメがまた再開されればまた人気が復活すると思います。まあ期待して待ちましょう。ということで今回はこれにて、ご視聴どうもありがとうございました。